高く氏は、日本の氏族の一つ。日立国中軍、高くゆ発祥。聖は源氏の一家系河地源氏の一門白木三郎、吉光を外する日立源氏佐竹氏の支流。佐竹日立の助行きの六尾間淵ぶちかにし高久田島森影儀を外するという。加減年間に、その、影吉の着難高く式部大助義儀が、高くの字当職となり、 現在の茨城県東茨城郡白里町、高久麻間のあたりに、高久城を築き、代々、高久城主であった。家門は丸に、県弁区へ。高久氏は長く佐竹はじめ門としてその家中にあったが、佐竹氏に、関東官令職上杉氏から佐竹義人が、婿として、入り継ぐとなると、藤原氏という異性からの養子縁組と、 家徳相続に、山入氏をはじめとする佐竹氏諸家が反発し、象徴元年、高久義し義ん、親子も、宗家佐竹氏に反旗を掲げて挙兵し、これに対して、宗家側として、兵を挙げた、同じく、佐竹はじめ門の大山義道が、高久城を攻めたため、高久城は落城、高久氏は一時滅亡の浮き目にあった。高久氏の最高は、 吉しの子、高くときの代にようやく果たされ、再び佐竹屋中に復帰した。一行、高く氏は、宗家の悲観としてその配下に組み込まれたが、天文4年には、高く義貞が同じく、佐竹はじめもんのへたり吉元が、宗家に廃棄をあげた、へたり吉元の乱に際して武水側となって交往し、佐竹義厚に平定され、 多角上を落ち延びたものの、後に降伏することで赦免された。しかし、王の道のく国守護職伊達氏で伊達種宗と着難の、春宗親子の対立が発端となって勃発した、天文の乱において、佐竹氏が、春宗方となって、種宗方の相馬秋種と合戦に及ぶと、多角氏も、多角義時、義貞、宮久志丸はそれぞれ、討ち死にすることになった。 しかし、吉定には他に、高久吉明という小顔りを家は存続、高久吉勝、直勝と続き、直勝の第二、佐竹吉信の出羽国秋田天保に随行し、以後、秋田藩士となる。なお、高久氏の一部はそのまま、日立国内に泊まり、水戸藩に主管する。なお、水戸藩の記録である、水府計算には、高久彦大部、賢治の女が、 安島氏にと次、ぎ、水戸藩、安島原史上新巡室となる旨、記載がある。また、秋田地産の諸将の中に、高く影激なる人物がいる。慶府、佐竹幸義、高く影義、義勇、義本、義久、秋吉、義行、義方、義直、義時、義貞、義明、義勝、直勝、影政、継承、